ナンバグランド花月は大阪府大阪市中央区にある吉本工業が運営するお笑い喜劇専門の劇場。通称は NGK でキャッチコピーは笑いの殿堂。老朽化したナンバ花月に変わる劇場として1987年11月1日に新築開場をした。1988年にナンバ花月が閉館されるまでは両劇場が 併用されていた。こけら落としの CM は当時関西で爆発的人気を誇っていたダウンタウンが務めた。吉本新喜劇は基本的には毎日ここで公演されている。オープン時にはテレビ番組の収録に使われるスタジオ NGK ホールがあったが、その後、吉本ホール大阪に改装され、吉本工業主催の演芸コンテスト。 M-1 グランプリの準々決勝や R-1 グランプリの準決勝大阪会場にも使用された。また関西ローカル番組時代の R-1 では決勝戦会場としても使用されていた。2007年3月18日にはスタジオ機器のデジタル化工事が完了し屋上を含めビル内どこからでもハイビジョン収録、生中継が可能となったが 2012年のリニューアルに伴い閉鎖された。跡地は土産物の販売コーナーに改装されている。平日は2回公演、土日祝日は3から4回公演である。また開始時間の15分前から無名の若手芸人の前説がある。座席数は全席指定の約900席でお笑い。 喜劇専門の劇場としては、国内最大級の収容人数を誇る。2階席を設けたことにより、それまでの3劇場よりも、約100席ほど座席を多く設置している。これは、観光客向けの団体枠であり、団体席については、全席自由席だった頃から団体を先に指定箇所に着席させ、着席完了後に、一般客をようやく入れる。 扱いの差があった。全席自由席の頃は立ち見を含め客を極限まで詰め込むことができたため、こんなに要さん入ってんのに、窓口では、まだ入れます言うてますねん。吉本はほんますごいですわ、などとトミーズの漫才のつかみにもなっていたが、消防法もあり2001年頃から、全席自由席を止め2階部分のみ、指定。 さらに完全座席指定制と徐々に入場制限を厳しくし、それにつれて入場料金の値上げを図っている。また客席から舞台の芸人を撮影することも大衆劇場らしく自由であったが、一連の指定席制の拡大と並行して禁止になった。吉本工業最大級の劇場であり、また上述の団体客もあり観客の年齢層が高い。 近年、吉本の全国展開により、近畿地区以外出身のタレントも、同劇場に出演する機会が増えているが、吉村隆は、ここが一番厳しいと語っており、桂文鎮は、あそこで受ければ、日本中どこでやっても受けますわと評している。地下1階は2004年3月20日から2009年8月31日まで、吉本笑い展開という施設があった。 これは、新横浜ラーメン博物館にも似た、昭和風のレイアウトで、その中で、吉本所属芸人や主要番組の歴史をギャグを、交えながら展示していた。2012年からは、吉本47ご当地市場になり、吉本製作の、番組で公開生放送が行われていた。2012年には、オープンから25年が経過したことによる、施設の老朽化等に対応すべく、 劇場開設以来となる大規模なリニューアル工事が実施され、客席の座席の取り替え、バリアフリー対応として、劇場共有スペースへのエレベーターの新設、地下1階から2階のテナントスペースの一新などが行われ、2012年4月8日にリニューアルオープンした。座席の取り替えに伴う定員の増減はないものの、シートを薄型化することにより体感的な前後。 感覚を若干広げるといった工夫が施されている。また、これに先行して、1階テナントスペースに、日本国内で3カ所目、関西地方では、初の AKB48 カフェとなる、AKB48 カフェショップナンバーが2012年4月4日に、グランドオープンした。これに伴い建物の名称も、吉本会館から、ナンバーグランド花月ビルに改称された。 2015年4月4日には、地下1階のテナントスペースだった場所に多目的劇場、イエスシアターがオープンした。また、FM 中央のサテライトスタジオも、ナンバグランド、下月近くの吉本本館から移設する形で、設置された。2016年3月31日の本公演3回目にて、年間来場者が100万人を突破。 1987年のオープニー来過去最高の動員となり、来場者全員に大入り袋が配られた。最初のリニューアル工事完成から5年余りを経た2017年9月25日から12月20日まで、再度リニューアル工事を行うために休館することが発表された。改装期間中は、同日に新規をオープンする吉本西梅田劇場で、 大体上演を行う。同年12月21日、再オープン。前回改修工事で行っていなかった、耐震補強工事を施すと同時に、テナントの一新や、劇場入り口、楽屋内装のレトロ超過、展示コーナーの新設などが行われた。ナンバグランド花月の正面看板2012年4月に、オープンした、AKB48 カフェショップナンバー。 ありがとうございます。